返しますはビブナンバー6番福島県12歳スカイピアアダタラで練習しています渡辺リオ。両者による争いジャッジ準備よろしいでしょうか。さあそれでは参りましょう。決勝進出をかけての戦いジュニア女子準決勝2試合目スタート。さあまずは以上飛び出したのはビブナンバー5番山森佐穂。これも北海道11歳の選手です。普段はオーゼスラックラインで所属ということで新十津川スポーツセンターなどで練習していると、順位よりも自分らしく頑張りたいとそういったコメントを残してくれています。果たしてどんな結果になるんでしょうか。レディーバウンス、チェストバウンス、バウンスのバリエーションをしっかりと見せています。サイドブッダに持ち込もうというところ、推進室のフリーホール、ここでラインを譲りました。既に1分ぐらいですね、使い切ってますね。それでは1分30秒はい、そして対しますがビブナンバー6番渡辺美桜選手、これも福島県12歳の選手です。ダブルフットプラント、ダブルフットプラント、足をクロスしてサイドブッダースタッフからしっかりとしゃがみ込みます。さあライン上対するは山森さん、これも北海道スタンディングポジションからのチェスト、グラブを入れていきます。さらにもう一つしっかりと高いエアにグラブを入れるフットプラントはわずかにラインから始まります。チェストバウンス、ニードロップ、ダブルドロップリーフットプラント、そのままスプレッド、さあヒート、残り時間23秒としたところでラインを入れてきました山森さん。さあ対するはビブナンバー6番渡辺美桜、これ福島県、ワイティワイティチェスト360クリック、レディマウススプレドル、そのままワイティチェストフィートオン、ワイジのフィートオン、本人も納得の笑顔でラインを譲りました。さあ対するフランバー5番山森佐穂、フィートオンからスペルドル、そのままスリシティのフリーボール、スペルドルから逆方向のワイジチェスト、さあ対するは残り時間36秒残しています渡辺美桜。フリーボール、アセンションコンボでつなぎました。ソワイティチェスト、モジョクルック、エンディバースからスペルドル、おっと足がしっかりかかりませんでした。残り時間15秒ジャック、ズームショットですね、17秒、チェストバースからリスタート360アセンション、残り3秒というところで一旦ラインを切りました。さあイメージをもう一度作り直すようです。さあ残り時間この2秒をいかにして使うでしょうか。渡辺理央ブザーが鳴ってからの15秒間はジャッジの対象となります。つまりまあ言ってみれば15秒ですね、最大15秒間はジャッジの対象として今から使えるわけです。果たしてこの17秒いかにして使うのか、渡辺理央チェストバウンスから得意技のティップ2、そのままチェストから360回転回しました、スティールグラブ、時間すべてを使い切りました。
渡辺美桜。さあ両者4対1